はいこんにちは事業専門の税理士川みなです本日の内容はこれを知っていないと売っても売っても企業貧乏になるかも損益分岐点について解説していきたいと思います私はオンラインサロン Twitter、TikTok、Instagram もやってますのでぜひそちらの方も合わせてよろしくお願いしますそれでは早速本日の内容行ってみましょうはいそれでは知っていないと企業貧乏になるかも損益分岐点について今回の動画を紹介していきたいと思いますはい本日の予定です損益分岐点ってこれ専門 日本用語だし皆さん関係ないと思いがちなんですけど。 ここを知っておかないと本当に売っても売っても企業貧乏のままになる可能性がありますのでしっかりチェックして押さえておきましょう本日のじゃあ要点を紹介しますいくら販売すれば黒字なのか要は数値目標を知ってるっていうことですねそして損益分岐点についても分かりやすく解説しますそして次固定費と変動費というものがあるんですけどそちらについても簡単に紹介をしますそして企業貧乏にならないためにはどうすればいいのかポイントを紹介していくのが本日の流れになっておりますそもそもビジネス とい,うのはいくらでで黒字にななるかこれが重要なわけです自分のビジネスは一体いくらあれば黒字になるのかここを抑えることがビジネスのポイントでもありますどういうことかと言いますとそもそもビジネスというのは経営をするというのが前提ですよねそして経営をする以上利益を出すことが重要になってきますこの利益を出さないと好きな仕事、まあ、せっかく始めた仕事を続けることもできません利益がないと、えー、お店もね継続できないというのが現実問題かと思いますやはり やはりね、気持ちや夢や熱量だけではそもちろんねその気持ちや夢や熱量っていうのはないとダメなんですけどそれだけではうまくいかない食べていけないというのがビジネスのね現実だと思いますそして利益を出すためにはたくさん販売をしないといけなくなるまあここがいわゆる売り上げとまあ集客と呼ばれるものですよねじゃあね皆さんねこのいくらで黒る時間もちろんね経営して利益してたくさん販売しないといけないというのは分かってる当たり前のことなんだと思うんですけどじゃあ皆さん一生懸命やってなかったのか一生懸命やってなかったのか やって必死にやってもやはり潰れていくお店失敗していくっていうものがビジネスだと思ってくださいいくらで黒字化になるかもしくはこの損益分岐点っていうね難しいものなんですけどもそこを抑えておくいくらで黒字化になるかっていうのは抑えておくべきポイントかと思いますでは解説をね進めていきたいと思いますこのいくらで黒字化っていうのは結局はどれくらい販売すれば自分のビジネスは黒字なのかを考えることになりますそして黒字化のために達成すべき売上高はいくらなのかこの2つ のポイントを把握しししてていいいいるかしてないかななななんんんでです。す。ここれそんなに難しいことじゃないんです意外とね簡単な算数レベルのことなんですけど皆さん損益分岐点とかそういう難しい専門用語で聞いてしまうからちょっと敬遠してね知らないままビジネスをしてしまって企業貧乏になる方がいるんですどれくらい販売すれば黒字なのか黒字化のために達成すべき売上だからどういうふうに見ていけばいいのかを次のページで紹介していきますね例えば商品があって仕入れが80円でできますとこの200円の商品は仕入れが80円という ということは、は円円かららを引いたら利益は120円になりますよね。この商品200円の商品を1個売ったら利益は120円になるということです。例えばね、この人のビジネスのお店の経費が1ヶ月30万円ぐらい、まあ、1ヶ月30万かかったとしましょう。ということは、どれくらいこの商品を売れれば黒字なのかと考えます。これをじゃあいくら売れば1ヶ月の30万の経費がペイできるかっていうと、2500個売るっていうイメージになります。だから200円の商品を個売れば、その ののの人のビジネス1ヶ月30万円の経費がペイできるということですとということは、売上高はいくら上げればいいのですかと言いますと、200円 ×2,500 個で売上は50万円を目標にすれば、経費1ヶ月分30万円がペイできるということになります。そしてそこにさらにね、経費がペイできるだけじゃ問題だと、まっ、あ、ほど言ったように、利益がないとやっていけない。じゃあ、利益をこの経費1ヶ月30万円に、利益がさらに1ヶ月30万円出るようにするには、この200円の商品をいくら売ればいいのかと言いいますと、 ますと1ヶ月にね利益を30万出すので要は60万円分売らないといけないということになるかと思います。そうすると200円の商品を5000個売るという計算になるかと思います。 だから売上で言ったら月100万円分の売り上げを出すということですね。そこが目標値になるわけです。これが先ほど前のスライドで言ったどれくらい販売すれば黒字になるのかのここですよね。最低限のラインが分かりますしじゃあ黒字化のために達成すべき売上は何かって言いますとここです。この200円の商品を5000個売るというのが目標になるかと思います。というふうに出してみると意外と皆さん気づきませんこの商品200円を5000個売るって一体どうやったら売れるんだろうそそもそもこの1ヶ月 30万円の経費がペイできない2500個もこの200円の商品が売れないようなビジネスだったらそのビジネスは崩壊してますよねだって2500個売れなかったら毎月毎月赤字じゃないですかということはそもそも2500個売れないのであればこの商品の値段を見直すことになりますしこれはね安い商品で他の高額商品というものが必要になってきますし別に組み合わせて売り上げ50万上げれば1ヶ月の30万円の経費がペイできるのでそういう形でビジネスを組み替え直していくと皆さん企業貧乏に 陥らないかと思すこれを最初に知っておくのかしてないのかもしくは今からでも遅くないのでこのポイントを押さえておくっていうのが非常に大事なので今回動画にしたわけです。で これを専門用語で言うと損益分岐点っていうのはどこですかっていう風な専門用語になるわけです損益分岐点とは損益がプラマイゼロの地点のことを言いますではさっき見たようにね経費1ヶ月30万円ぐらいかかりますよ例を紹介したんですけどじゃあその1ヶ月30万円ぐらいかかるっていう中身がどういう経費で成り立ってるかっていうのを見ていきたいと思いますでは30万円の経費の中身ですねには種類があるんですこれが聞いたことある人いるかと思いますけど固定費と変動費というものが があります。まず固定費から紹介していきますね固定費というのは名前の通りもう決まった費用のことです例えば家賃とかですね毎月8万円で事務所もしくはお店店舗を借りてるって人はもう毎月毎月固定で8万円はかかってくるってことですよねそして人を雇っている場合もそうです人件費保険料なのが固定費になります要は売上げの増減にかかわらずもうかかってくる経費のことを固定費という名前をつけていますそして次にある種類の経費の中身なんですけど変動費と呼ばれるものになりますこれは、 売上が上がれば上がるほど増減していくものです。例えば商品を先ほど200円の商品を売るときに売れれば売れるほど仕入れの金額も増えますよね。例えば外注費もそうです。売上が増えるほど外注する仕事が増えるので売上に比例して増えると思います。燃料費などもそうですよね。移動する距離が売り上げが上がれば上があるほど多くなるケースがあるので売上に比例して燃料費なども増減するかと思います。こういう2つの固定費と変動費というもので経費というのはできているということを知っておいてください。そしてこの 損益分岐点の損益がプラマイゼロ時点のところをどこを言うのかというと表で見たいと思いますこちらの表ですね先ほど紹介したように売上が伸びれば伸びるほど変動していく費用があるんですねこう上っていく費用ですねそして今紹介したのがこの固定費売上が伸びようが 伸びなかろうが、固定費としても毎月毎月かかってくる費用っていうのがあるかと思います。ここが固定費と呼ばれるものです。この固定費と変動費がね。合わせてこう変動費のまが上がっていってますよね。と、この売上が伸ばすことによって。 でプラマイゼロ地点ここの地点を損益分岐点というふうに専門用語で言うわけです結局どういうことかと言いますと考え方のベースはここになります先ほど言ったように200円の商品を経費として払うにはどうすればいくつ売れればいいのかまあ利益をこれだけ出すためにはどうすればいくつ売れればいいのかっていうようなところですがここのプラマイゼロの地点ですよねちょうどこの経費が払える利益が出るか出ないかっていうプラマイゼロの地点を損益分岐点だと思ってくださいもちろんねこのね損益分岐点という用語を知ってな なくてもいいですし、今のグラフが分かってなくてもいいんですけど、この感覚ですね。この自分の商品をいくつか組み合わせてみて、いくら売れれば経費がペイできるのか、もしくはいくら売れれば利益がいくら出るのかっていうところを把握するっていうのがビジネスにおいて大事なポイントです。はい、それでは企業貧乏を避けるためのポイント。ビジネス上のトントンの位置、プラマイゼロの自分のビジネスの位置、いくら稼げば最低限ペイできるのかっていうこのビジネスのトントンを知るということが一つ目のポイント。そして二つ目、これを気をつけないといけないよってことです。 売っても売っても儲からないビジネスの仕組みをしていたらいくら頑張っても利益が出ることはありません。なので、先ほど言ったように、いくらね、売れば、生き利益がいくら出て、売り上げの目標これぐらい上がればなんとかやっていけるっていうようなところを探すという感覚的なものがビジネスするには必要になります。だから、売っても売っても儲からないようなビジネスをいつまでもしないでくださいねっていう、まあ、注意喚起です。はい、これでね、今回の話で分かったように、やはりね、この仕入れがないというの、在庫がないというのは有利なビジネスになります。要は経費が少ないというふうになるので、まあ、売りになるので、 売上に対して仕入れがない在庫がないようなビジネスをしている人は利益が出やすいという有利な点があります。もちろんね、だからといてね仕入れをしているビジネスが絶対にダメとかそういうわけではないです。一つのポイントとしてビジネスするにあたったらやはり仕入れがない在庫がないっていう方が有利ですよ。要は損益分岐点のゼロポイントになる。 点が早い段階に来るってことですねというわけで以上になります創益分岐点でね聞くと専門用語で難しい私には関係ないと思いがちなんですけども先ほど言ったようないくつ売れればいいのかっていうようなあの感覚っていうのは経営において絶対必要な点かと思いますのでぜひこの動画で気がついて自分のビジネス1回見直してみて計算し直していただけると嬉しいですはい、このように自営業やフリーランスに役立つ情報を動画で公開していってますのでぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますあとコメントや感想、いいねも

質問がいいいつでも都合のいい時にオンライン上でですすることができます顧問料に比べたら圧倒的に安い値段で税理士を味方につけれてもしくは相談するとき私いつも1時間1万円なんですけどもメンバーになればオンライン上で相談や質問をすることができるというのがメリットかと思いますそして2つ目のメリットは税理士の裏側を全公開しています普段ね YouTube や TikTok どうやってやってるのかとかビジネスどうやってやってるのとかもしくは税金情報経理情報新しい、ね、時事ネタなども取り上げていますのでそちらは全てオンラインサロンのみだけに投げて おりますこれが2つ目のメリットですそして3つ目定期的にズームサロンを開催しています私とメンバーさんとでズーム上でお茶飲みながら話をしようという回です異業種交流会になったりとか情報交換になったりしますこれが3つ目のメリットかと思いますオンラインサロンをね概要欄に URL 貼っておきますのでそちらの方から詳しい情報ぜひチェックして参加の方お待ちしておりますはいそれでは本日の動画最後まで見ていただきありがとうございます今日はね意外とね創益分岐点ってね、専門用語で関係ないと思ってるんですけど企業貧乏にならないための大事な 感覚というかねあのポイントですのでぜひ皆さん自分のビジネスを見直してみてちょっと1回計算し直してみて値段付け間違ってたなとかねちょっとメニュー変えないとこれやっていけないぞっていう風に気づいていただけたら嬉しいですまたねこういう役に立つ動画をね継続して発信していきますのでぜひチャンネル登録の方お待ちしておりますそれでは本日も最後まで見ていただき本当にありがとうございました J リシー川南でしたまたの動画でお会いしましょうそれではまた